パッチもやっぱ変わってきてんなっていうところをね、まあ、今回のアンケートで感じましたんで、まあ、このパンツはねとにかく1着持ってて絶対損ないので、まあ、僕個人的に一番共感したのは、はい、本日ですね以前視聴者さんにこの春何が欲しいかというのをね聞かせていただきましたので、そちらの動画を撮っていきたいなと思います。ということで、今年の春2023年春何が欲しいんですかって質問させてもらったら、いつも毎回決まってますよね、マウンテンパーカーとかなんかそのあたり出てくるんだけど、今回ちゃいました。え、違うんやと思ってね、やっぱりこれって時代の流れとともに若干あのファッションもやっぱ変わってきてんなっていうところをね、まあ、今回のアンケートで感じましたんで、そんなところをお話ししていきたいなと思います。もちろんね引き続きねこういったマウンテンパーカー系っていうのも人気があってあるのはあるんですけど、意外とあの綺麗めなアイテムが多くなってきてるんですよ。だから多分おそらくやけど、これ持ってはる方って皆さんおそらくこの動画見てるってことはね、あのマウンテンパーカー系いっぱい持ってるよと、もう飽きたと。だからちょっとそれに合わせる綺麗めなスラックスが欲しいとか、それに合わせる綺麗めなシャツが欲しいとか、綺麗めなロンティーが欲しいっていう、そういうお声が結構多かったんじゃないかなということでね、やっていきたいなと思います。まずは一番最初、インスタの方でゾーンってやるとですね、こんな回答がありました。まだマウンテンパーカーとかね、まあ一回これ聞きましょうか。これクライムライトジャケットだけど、クライムライトジャケットもアンケート入っておりました。まあこれはねノーセンスでほんま定番のアイテムなんやけども、これもうちょっとねだいぶ変わってきてるんですよ。3年前から毎年こう変わってきてて、生地とか値段も変わってきてて、5000円ぐらい今値上がっちゃったんでね、この後まさに、比較動画撮りますよ、何が変わったか伝えていきますよっていう動画来るので、またね見ていただければと思うんですけども、そういうクライムライトジャケットとかマウンテンパーカーとか、まあいつも通りの回答もあったんですけども、それ以外どういうのがあったかっていうと、例えばねロンティーとかね、あとニットとかね、シャツとかね、でナイロンパンツとかね、そういうちょっとなんていうの、綺麗めなあのテイストのやつも結構多かったり、あとそれこそまあ僕が着てるねあのジャパンメディアのシャツとかって言ってくれてる人もいてたし、あとこれわかるなと思ったのがカーディガン。いやカーディガンね僕もめちゃくちゃ欲しいんですよ。でカーディガンでなんていうの、これわかるかな、普通にこういうビヨーンってなってるんだけど、このビヨーンってなってるこのリブの部分だけ色違うみたいなのあるじゃないですか。だからもう全部がベージュ、全部がカーキーとかでもいいんやけども、このリブの部分だけ黒くなってるとか、なんかそういうなんかちょっと違う、この腕の部分のここだけも黒くなってるみたいな、なんかそういうのが欲しくてね、じーっとこうやっていろいろ買い物回って探してるんやけども、なかなかないんですよ。でそれこそね昨日かな、なんかパーって買い物行ってて、ショッピングモールみたいな買い物行っててね、嫁蔵とねこうやって一緒に歩いてたんですよ。あの嫁蔵と歩くときはあのちゃんとこうやって背中こうやって持っといたらんとね、ちゃんとここ持っといてよって言われるからパッて持ってあげるんやけども、その時にね視聴者さんから後ろが来てね、あすいません卓蔵さんですかって言われてね、あ恥ずかしいと思ってね、あはいそうです、あ嫁蔵ですって言ったんですけども、その視聴者さんもなんとこのクライムライズジャケットを着ておりました。だからやっぱこれ人気は人気なんやけども、まあ、これに合わせるアイテムがね欲しいと思ってはる方も多いなっていうのが思いますし、まあ、僕昨日結局カーディガン見つからんかったんやけども、そういったことで皆さん思ってることは似てるんやなっていうのをね、今回見て思いました。でそれ以外にやったらラファーっていうやつ、ラファーって何ちょっとわからんねんけども、ラファーとか、あとルイスレザーのダブルジャケット、ダブルのレザージャケットっていうのもあったりとかしてて、まあ、これね僕よくこっちで着てますけども、今ちょっと手元ないので家に持って帰ってるのでねないですが、おそらくこれね今ちょっとね時間かかるはずなんですよ。だオーダーしてから半年とか1年とかかかるから、もし今年の春着たいっていうのは多分おそらく既製品じゃないと無理やから、オーダーするんやったらもう来年の春、まあ、着るっていうような感じになるんじゃないかなとは思いますけども、そんなんとか、あとはねヘビ柄のシャツとか、じゃあ柄系のシャツとかっていうのもねまあいいですよね。まあ、これはあの人選ぶと思うんですけど、柄ってやっぱ顔負けちゃったらねとんでもないことになるじゃないですか。もうパジャマみたいになってくるけど、やっぱ顔が勝ってる人はね、柄着てもかっこよくなったりすると思うんで、まあ、そんなんがあったりとか、あとはですねこういうブルゾン系ですよね。こういったブルゾン系もねやっぱ人気がありました。オンブレチェックのシャツって、これもなんかのチェックのシャツなのかなとかあったりとか、あとティクラウンジカーディガン、聞いたことがない、全く想像がつかないけども、そんなんがあったり、あとはまあレザーでね、シングルか、まあ、ダブルかどっちか欲しいっていう方がいらっしゃって、まあ、シングルかダブルもね迷うと思うんですけどもね、まあ、顔が華やかな方はねダブルの方が似合ったりとかしますし、顔がどっちかとすっきりしてはる方はシングルの方が似合ったりするとかっていうのもあったりはするんですけども、まあ、好きなね、レザーがいいかなと思います。それこそ昨日買い物行ってる時に、あこれめっちゃいいやんと思ったのがレザーのシャツ、あのシャツの形してんねんけどもレザーっていうのね、あこれあんま見えひんなと思ったりしたんですけども、まあまあ人によってね、まあ、好みはあるかもしれませんが、そんなんとか、あと軍パンね、軍パン皆さん気をつけてください、あの女子受け悪いアイテムで出てましたよね。軍パンとかミリタリーは女子がねあんま好きじゃないんですよなんて言ってたりしてたんで、ちょっと気をつけていただければなと思います。まあ着る人がねかっこよかったら何の問題もないんですけども、ちょっとあれやったらうんってなったりとかしますし、あと次もあったけどスタジャンね、スタジャンもね人によってはね子供ちゃうねんからみたいなね、残念な感じになってたりしやすいということで、女子受けが悪いアイテムにこれもね、入ってたか入ってなかったか忘れたけども、まあそんなこともあったりすると思うのでね、皆さん気をつけてください。まあこういったねあることないことを適当なことを言っていくってことなんですけども、それの次とかではですね、アルパインライトパンツも人気ですね。まあこのパンツはねとにかく1着持ってて絶対損ないので、絶
対に買ってくださいね、絶対買ってくださいって僕ずっと言い続けてるけども、僕の教員の友達もね一回騙されたと思って買ってみって言ってもうここから毎年買ってますから、それぐらいね、人気のアイテムなんで、アルパインライト買ってみてください。ちなみに黒とかはハイオカットガンとなくなったりするので、ブラック系はね欲しい方は早めに狙われるのがいいかなと思います。あとはね、なんかピンポイントのがありました。ユニクロのロンティーなんですけど、パープルって書いてて、まあ、紫のねロンティーが欲しいっていう方なんですよね。そんなんがあったりだとか、あとまあデニムジャケットとか、ジージャンとかそういったところも結構多かったりはしたんですけども、まあそういったライトアウター系ですよね、カーディガンであったり、まあ、シャツであったりとか、まあ、ブルゾンであったりとか、まあレザーもあったりするんですけども、まあ、レザーはちょっとアウターがっつりしたアウターやけど、まあ、比較的マウンテンパーカーでもちょっと薄めな感じとか、そういうのがね、今回出ておりました。でね、このアンケート見てもらったら分かるでしょ、僕もね最初はこうやってマウンテンパーカーとか機能的なゴアテックスとかずらーっと買っていくっていうのが、楽しかったんですけども、これ集まった瞬間に次思うんですよ、どうやって合わせんのって、これ何着たらいいのってなってきた時に、やっぱりそのパンツがこれやったらスラックスのねイージーパンツがあれば確かにこれは街中でいけるよねってなってくるし、まあこういうゆったりした感じのねスラックスで綺麗めに合わせていくっていうのもね、まあ良かったりするし、あと大人の休日な感じでこうジャージとパーカーなんやけど足元だけちょっと上段は合わせ、なんかこの時冗談はあるでってなったりするんですけどね、あれシカゴあるでってなったりするんですけど、これもちろんですね、とある方にいただきました。とある方と言ったら分かりますよね、そうあの方にいただいたということで、本当にいつもありがとうございますということで、まあ、こんな感じで、まあ、大人っぽく合わせるっていうか、大人の休日っていうかね、そんな感じで合わせるっていうのもそうなんですけども、まあ、春のアイテムがですね、まあ、今回欲しいアイテムこんな感じでずらっと並んでおりました。まあ、僕個人的に一番共感したのはやっぱりカーディガンですね。カーディガンはほんまに僕も欲しいし狙ってんねんけどもないんですよ、とにかくないっていうことで、もし似合いそうなやつ、タクゾーお前これ似合うぞと、お前やったらこれいけるぞっていう方がいらっしゃったらですね、コメント欄で教えてください。僕すぐ買いに行きますのでね、なかなか今最近見つけれてないので、もしほんまに見つからんかったら僕作ります。なので、作ろうかなとも考えてはいてるんですけども、なんか似合いそうなのがありましたら教えてくださいということでですね、本日はですねこの春欲しいアイテムを視聴者さんに聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。感動なしでは語れない2日間。生の拓蔵さん見れてよかったすごく楽しかったな。めちゃめちゃ緊張しました。こだわりはすごい感じるな。ぜひ会場でご体感ください。拓蔵のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。